やり抜きファミズウェーブポッドキャストイエーイ。さあ、というわけで盛り上がっております、はい、こちら群馬県茶屋本陣からお送りするポッドキャスティングでございます、はい。もう見ての通り、うん、今回普通の収録ではございません、はい。こちら小妻さんのご実家が経営していた茶屋本陣にてお送りしている群馬中学生フェスティバル、その会場から今回はですね、はい、よりぬきポッドキャスティングもお送りしようじゃないかと、そうですね、いうことで、うん、今回はもう我々も楽しみですよ。そうですね、みんなでポッドキャストをね、よりぬき映像版楽しむっていう ね、 見るっていうね、はい。大人気企画30秒で裏話対決、うん、はい。というわけで、はい、このねご両目揃ったところで、はい、12月号の裏話対決でございます、はい。前回あたりにやっとルールが固まってきまして、はい、まあ3本ですね、12月号のコンテンツの中から3本ピックアップしまして、もうこれは何をピックアップするか事前にご両目に伝えてあると、はい、よってもうご両目はですね、この3本の裏話を事前に取材済みである、はい、万全の体制で、ここに臨んでいるわけですね、はいはいはい。さあ、そういうわけでまずは1本目のですね、はい、裏話のはい、先攻後攻を決めてもらいたいと思います。はい、じゃんけんすか？いや、もういいですよ別に。お好きな方、お好きな方。あ、じゃんけん。スーパー乳首つねりで決めます。はい、はい。これはどんなものですか？乳首をギューッとつねって、はい、先に痛いと言った方が負けです。ああ、負け。じゃあまずお互い乳首に手をかけてください。わかんないよ。早く。でも割と本当髪。いいよ。だってだって。ここだ。早く。はい。行くぞ。よーい、スタート。はい、はい、ルパン、ルパン勝利。よし、いったー、いった、いった。いや、俺だって言ってよ、お前。今、乳首がね、今、うん、破裂した音がしたんですよ。いやいや、乳首がね、プチッて、あのね、キムの乳首がね、乳首が弾かれた。でしょ。